とりあえずマチュピチュに行けるツアーがあるって言われて、うんうん、あじゃあ行こっかって言って、うん、行って寒かったね、うん、でさ1泊2日で山登るよ、ね、普通にはバスで行くねんけど、うん、そこを登ってってなんでなんで、そういうツアーそういうツアーだってアドベンチャーみたいな感じでアドベンチャーは行けるんで面白いよって言われてあだから私ポーチで行ってポーチで行って一泊とかに誰に言われた気が濃すぎやんなんかそこら辺におったおっちゃんでもね、もう山とかってこう両手使うのに怒られてるもんねんけど、靴とかどうした靴のスニーカーよ危ない私このマリベコのポーチやで、で雨降ってきて二人で百均のカポカポってなリュックっていうかその荷物は置いていた、荷物は多分そこのなんかどっかにホテルに預けてたのかな軽装で行ったそうだってポーチやっ1泊私もナップサックやったでも1泊2日ってのは分かっててんやな、まあ、でもあんなお前な両手使うの登られへんの崖とか登ってんななんかハイキングのイメージあって登ったよなハイキングのイメージでテクテクって感じだと思ここで置いていかれたら死ぬしかないそうそうそういやもう絶対分からんしここで置いていかれたっていう必死やんなあれいや普通の山登りってかこうだから両手使って岩登るみたいなところで鎖がついてあって登るところほんでななんかなあのよくさテレビでさチベットの山ですぐバス通ってって横が崖みたいなああいうとこ歩いていくねんなここで落ちたらもう死ぬよなみたいな、でもこう草の感じとかでこう日本とは違ういやもうなんもうしゃなんていうの 断崖天壁みたいなとかでも遺跡があんねんなんか説明してくれんねんけどスペイン語やからよう分かるほんまやねんでも着いたらマチュピチュなんやろそう着いた時はもうめちゃくちゃ良かったけど帰りが嫌やな帰りは電車で帰り電車で行けるとこに行けんねマチュピチュ駅ってあるうん普通にあそこ行ったらよかったけどなんかあのホテルのな、うん、ホテルにおったらなんかわけわからんおっちゃんに止められたそうやねなそのおっちゃんにキャンセル、うん、もうどうするキャンセルしよっかって言ってんけどおっちゃんどこの人か分からへんから行くしかないそうそうそうキャンセルもできんかってお金も先に払うみたいなもう払って払ってここ行けみたいに言われてでも実際何ももらってなかったそう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 、キャンセルしたくてできんかったやんいや今となってはいい思い出あれラッキーやったよあれは全部ラッキーやったからなでもなんかこう旅行とか行ったらそういうラッキーとかはだからついてる感じってないまあどうなんだろうなすごい私あのヒッチハイクとかをな、うん、するつもりじゃなかったんけどなんかしてしまってでどういうこともらったとかどういうことそれどういう意味タクシーって手挙げたら普通の民間が止まってくれたみたいなだからフィンランドの教会に行こうって言っててすごい地方の教会でなんか普通に行けると思っててんけど全然なんかそんなとこ行くんみたいなとこやってんでもこう政府観光局のに乗ってて、うん、行けると思って行ったりしてんけどそれ歩いて行くんみたいななんかもう無理やろ乗して行ったるわみたいな感じ乗して行ってくれたおっちゃんとか、なんかそういうなんかとかってないお旅行とかでも私らなんかさデンマーク行った時さなんかあのホテルのツーリストインフォメーション行ったらさなんかあの人買いみたいなおばちゃんにさ人買いなぁ払えていくのそうあれなんでいいんだろうなどういうことどういうことなんかのホテルでな私ら探しててんやんなあったらホテル探してんのみたいな近寄ってきて怪しいおばちゃんってな、うん、怪しいんやめっちゃ怪しくてんねんななんかなちょっとな寒いのにな草履やで素足で草履やってんな怖いわじゃあ思ってなやばしてるわけど私の家安く泊まれるよみたいないややばいよ言ったらチコそんなんいっぱいいて外に乗用車が泊まってあってなでどんどん郊外に行くねんなそう乗ってんや乗ってん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 乗っちゃってん危ないよそれに2人やからなかったよな2人やから乗っちゃって乗っちゃってで見せてもらったらなんかあのしかも牢屋みたいなまあこれ召使いみたいな衝動ってさなんやこれって日本人がなんか日本人が泊まってて、泊まっててとかで何とかっていう人がいてて今日本に帰ってるから部屋が空いてるからどうぞみたいな感じやってんけど、うん、そう考えてもおかしかったな安くもないしな、うん、なんかのほんまになさらわれてきた少女みたいなのがなんかそう掃除しとってんな隠れるそうこれじゃあほんでないやもういいわこんなとことか言ってもう泊まらへんって言ったら
お前ら帰れみたいな、帰れって言われて、どこ行ったらどこらやねみたいな感じ、駅みたいな、駅って言って、で車でコペンからな運んでもらったのに、そんなコペンまで送ってよって、お前ら帰れみたいな感じで言われて、止まらなかったの、止まらへん、止まらへん、どうしたの、ほんでなんか駅なんか聞いて、駅行ってやんな、どうやって帰ったらいいんじゃみたいなこと言ったら、こう言って会えたら駅あるわみたいなこと言われて、電車で帰ってんな、もう一回振り出し戻ってまたコペンから始まりマジで、なんかあん時はなんかツーリストインフォメーションにそんな変な人おるってすごいな、そう、ね、そう、なんか物色してる感じだったな、なんかそんな感じだった、ゾウリでな、ゾウリで怖いわね、ついていかんの、ついかんよ な、 なんかアジアのリゾートにおるパターンやっちゃったしな、あれ乗っちゃって車にイタリアから行けるやろみたいなすごい文句言える人大丈夫かなみたいな、そう、すごいチャレンジャーよ、何回もしたよね、チャレンジャーやな、まあ、まあ、送ってよみたいな、送って送ってって、なんで送らなあかんの、わしがみたいな感じだった、そう、すごい共演してたよな、うん、悪そうやったで、あの人多分家がデンマークやから、まあデンマーク人なの、車かなり郊外やってん、うん、コペンの一戸建てでな、でも、うんうん、へええとこ見てたら、すごいな、そう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 そ高い高いと思ったら帰れみたいな、帰れって言う、帰れって、そう帰れみたいな、送ってとか言ったら、うん、なんで送らなあかんのみたいな、駅までこうやってこうやってこうやって行くねみたいな、恐ろしいそんなすごいチャレンジャーやな、なんか怖いもん知らずやってあの頃、なんかでもそういう時代があるの、6年とかな、5、6年前やんな